人狼や人狼や <laughs> 人狼や人狼やいい人狼や人狼やいい人狼やまもなくゲームスタートです身分を確認してくださいロケット使用なしって言ってましたかね夜が来ました目を閉じてください占いに出るか ロケット使用なしでした。めっちゃ準備しとっか、うん、初日はコード使用 OK。ええー、占った結果八番探しろと出ました。

えおはようございます。占い師でした、えー。ランダムで8番さんが白です。8番さんが白と出ている。いそ,うだえそうだな、えーっと進行。こうやって進行してほしいっていうのが1個あるんだけど、あのー、色を見せてほしいんだよね、あのーまあ。単純にたくさん喋ってほしいってことじゃなくて、まあ、要は例えば、えー、7番から始まって、えー、俺が。 3番目の位置で9番が3番目の位置だとして7番がまあ進行論を喋って8番がそれに対してまあ印象はいいけど色落ちしないみたいなうんまあまあそういう感じでよくあるじゃんでそういうことを言ったとして3番目の番目だったらさこう7も8も色落ちしないけどみたいな感じになりがちなんだけどまあ結果それでもいいのよでもそれ以外にも7番の話とか8番の話はこういう解釈ができるんじゃないかって感じでこう膨らませてほしいんだよね前の人のそうじゃないと後ろが見えないから ということで、話を膨らませてください。よろしくお願いします。以上です。一番。のプレイヤーは発言してください。はい、私占い師です。ランダム白で八番さんが白と出ました。なので、八番さんは白確定ですね。八番さんは白確定。 八幡さんに関しては、うん、そうですね。霊能で出てる可能性もあるかな。だから、狂人も、まあ、なくはないですが。まあ、それはもう八幡さんの発言聞いてって感じですね。今、言及することではないと思います。九番さんに関してどう思ってるか。うん、まあ、この、このレギュラーだとっていうと、メタになっちゃうのかな。まあ、ならないかな。うん。まあ、基本は狼で見ていこうかなと思いますね。占いが狼で出た方が強いと思いますしね。っていうところですね。うん。 まあ、あとは例の使用したいところはありますが。で、9番さんの、うん、進行論みたいなのに突っ込んでもなって感じですね。まあ、進行論に対してはまあ、私もそうしてほしいですね。うん、しっかり話を膨らませてほしい。あとは、そうですね。えー、っと、うーん、まあでも例の使用次第だな、うん。うん、例の使用次第だね。釣りは例の使用次第だね。 で、単体精査してほしいかな。うん。単体精査をしてほしい。ってのと、あ、あ、くついかんす、ね、ごめん。2>, 2番のプレイヤーは、 発言してください。さい人狼の王者がここに参上。最高の才能を光るトラが登場。沸かせる前に釣られて退場。そんなの知るか。俺は最強。人外の話は爪が甘いよ。お前らの考察はパッとしねえな。首キュッとしてさっさと釣られろ。見せつけてやる人狼との格差。人外なんてそただの弱者。ってことで2番占い師です。追加なし。ごめんなさい。そしたら60秒で切ります。ごめんなさい。霊能です。僕、霊媒師です。2番、霊媒師です。 それだけ覚えてください。91に関して真偽わかんないけど、一番さんが同じ場所に白出たことに疑問を持ってるのがちょっと不思議。追加なしって言うと言ってないです。だよね、多分、俺もその追加なしって言った記憶はないんだよな。<laughs> まあ、なしだったら、そしたら僕ど、ど <laughs> なしだ。ごめんなし。えどういうこと <laughs> 追加なしなのごめん、じゃあ60秒できるけど、とりあえず僕し、霊媒師で91し、んごめん、ちょっとルームマスターどっちか言って。なしかどっちか。 なし,しだったらすぐ切る。ではもう俺の時間に言っちゃっていいよ。ルールとしてなしだかどうか。なしでいいのね。じゃあ切るよ。僕、霊能ね。<laughs> 3番のプレイヤーは発言してください。さい6番さんは何で言ったんだろう。で、とりあえず、霊能ね。うね。新霊のです。で、2番さんは占い師って普通に出現したよね。なんだろう、焦ってどっちで出るか間違えちゃったのかな。うん、えっと、僕、霊能なんで2番さんは。 対抗だけど、まあ、強じマークを一応つけている。うん、で、一番さんの言うとおり、占い奥の方が強いっていうのが、この、まあデギュー、うん、だと思っている自分。で、一番さんも九番さんも八番さんに白で、対抗はもう、例の出てるから、三種類になるとは思えないので、えっ、ー、と、一九だからもう、八が角白かな。うん、角でいいでしょう。うん、で、八番さん、でね、九番さんか。九番さんは特に引っかかるとこない、えー、進行論のみ。で、一番さんが八番さんにかぶせたのは、 どうだろうね、えっ、ー、と、オオカミで新目取りに来たのか、うん、ちょっとそこはよくわかってないから、まあ、2週目し聞いてからってところかな、ちょっとね、ロラ役なので、ちょっと二週目しと頑張って交差させとしたいんで、皆さん頑張りましょう、ちょっとね、本当にロラされたくない、えー、とりあえず2番さん、今日済んでみている以上。4番、のプレイヤーは発言してください。はい、えー、ロラされたくないっていう発言から3番さん、人狼で出たのかもしれないと思っているけど、とりあえずロラから始めるんで、うん えとえ、カリオ出たら、詰めれるよ。まあうんまあ、2番さん、巨人っぽいから、2番さんからでもいいです。まあ、どのみち完成したいです。で、キューバーさん、1番さんに関しては、えー、っと、フラットです。どっちが真かってわかんない。えー、でも、二番さんの方が、なんか、シャキシャキ喋ってたような印象はあった。1番さんは、キューバーさんの進行論に乗っかって、えー、っと、なんか、わーわー言ってたけど、 あまり、えー、心に響かなかったということで若干9番ーーさんの方が、えー、っと新目があるかもしれません。えっとグレーに一人路、えーうん、二人が出てるってことですよね、今のところ。とりあえず例のオーロラだったら2番さんから行きたいと思っている。5番。 のプレイヤーは発言してください。さいはい、五番です。よろしくお願いします。ちょっと初めてパソコンでやってるんでね聞き取りづらかったら言ってください。すぐスマホに変えます。で、えっと九番と一番が言い師ということなんですけど、うんとまさに九番さんはしっかり進行論を言っていたし一番さんはまあ対抗九番が対抗だけどもまあ進行論については同意かなっていうところで。 えまあ素直な思いを言っていたなというところで九1、まあ、どっちについても印象良かったかなという感じなので今、全然フラットで見ています、でうん、2>, 2番、3番については両方ともちょっと気になるところがあって、2番についてはまあ3番も突っ込んでたけど、最初、占い師って言ってその後霊能って言い換えましたよね、なんかそこ、理由があったんだったら言ってほしかったんだけど、ただ言い間違えたっていうんであれば、普通に怪しいかなと思ったで、3番については、占い師もう出てこないっていうことを結構決めつけていたんだ だけどもなんでかなと思ったら、普通に3しようとかもあるっちゃあるからね。ってことは、3番は強でもう占い師はこれ以上出ないっていうことが分かってたのかなっていう見方もできるかなと思ったので、まあ、逆に。うん 6番のプレイヤーは発言してください,ださい自分も2番でいいのかなと思う、うん、91が出てきたっていうことはどうだろうなとりあえず今日2位でいいんちゃううんまあ強人の線を追わなくていいのかなと思うけど、まあ、とりあえず今日2位かなうんそれぐらい以上7番 のプレイヤーはは発言してくください、はいいえー、とななんんかかよわですけど僕も霊能なんですよね。なんで、スラがさすがに合うのかなって一応思ったんですが、太鼓、えー、の3番さんに関しては、うーん、強人かなと思っている、うん。4番さんはドラされたくないから、人狼が出てる可能性があるって言ったけど、うん、まあ、強人でもドラされたくないと思うから、そういう意味で。 どうせドラに分かっ、でもドラになる可能性の方がわ、高いのは分かってて、そのまま一応強人で置いとく。だから占い振動かなって素直に思っているかな。で、ちょっと関係なきゃ、あの、追加なしってルール言ってないのに、そう、六番さんやめてね、本当に。怒るよ。って感じか番さんの印象悪いです。もう全然関係ないところだけど。うん。あとは、発言も全然伸びてないし。感じかな。4と5は結構伸びてたので、今のところ印象がいいと思っております。以上です。8番。 番ですお願いします隠しろ <laughs> うんと占いは9番さんはまあ心境路どれもあると思いますねで1番さんはまあ私にを重ねたことからまあ振動かなって思いますねうん強人だったら多分どっか囲いたいかなって思うのでうん、うん、まあ今フラット 何、ね、かえくれんから言ってもよくないって思うんだけどなーって感じですね、うん、理由は4番さんがすごい私黒いなって思ったんですよねと理由なんですけどなん,かそのなんか雑なんですよね色がなんか3番さんをなんか人道で出たのかな,そのなんか生き残りたいからみたいな感じで言っとってなんか心霊能だったらそりゃ生き残りたくないって思いまして <laughs> 思ってそう、うん、で んっって思ったんですよで、その占い師も9番さんがハキハキしてたからいみたいなうん,だかんって思いましたねそれだけで置けるんだと思ってホイーって思いましたけどもほいー、うん、まだまぁ帰りにしたらあれだからあそうあごめんごめん間違えたごめん9番のプレイヤーは発言してください はい、えー、そうだね。まあ一応対抗の1番さんは8番に白を重ねたことから、強人だったらメ、えー、リットはないから、まあ、人狼の方が高いのかなと一応思っている。で、そうだね、37だったらもうほぼほぼ結構7の方が新目に見てるかな。7番がさ、仮にこれ、えー、強人？7番強人だったとしよう、えー。俺1番を黒で見てるからね。仮に黒黒で出る可能性ってよく低いじゃん。で、あと仮に7番が強人だとすると、まあ、あのー、2、3、3、 地球でで出出ててるるわけだだから黒黒で出てるんだよねうんそこで冷凍に割り込んでいく7番さすがにちょっと考えにくいかなと思っててだからそういう意味で2番さんの,そのすら結構ムラりあって割と結構俺は7番を新目で見てるかな,なんか発言の内容によってはもうなんかもうローラーしたくないかなぐらいまではあるそう7番が本当に死んで番3番さんのしゃべりがおかしかったらもう3番さんつって決め打ちで7番はつらないっていう進行も俺は全然したいと思ってるね でグレーに触れていくんだけど、うん、4番さんはすごい結構、割と俺は印象が良かった。なんか8番はすごい4番を殴ってたんだけど、4番さんは、あのー、まぁ、あ、まあ、ちょっと若干9の方がハキハキしてるから、9の方が若干印象がいいぐらいだったのよ。だから、まぁ、素直な意見を言ってるんだなって感じで、まぁ、あ、色は正直落ちないんだけども、割と4番さんは印象がいいね。で、2、3だったら、あの時点だったら2を釣りたくなるのもすごいわかる。うん で、5番さんはちょっと色が見えないかな。えー、2, と4あ2と3だけ殴ってて、えー、2と3を両方殴ってるけど、4番さんとかにはあんまり触れてなかったから、まあちょっと5番さんはまだ色が見えないってい感じ。で、一番この中で発言が伸びないのは6番さんかな。7番も言ってたけど、この、狂人を追わなくていいんじゃないかって、ちょっとよくわかんないことを言った後に、今日は2。で、それだけしか言ってないから、うん、ちょっと6番さんが一番、えー、悪いと思ってる。今日は狩人、えー。3、あ、じゃなくて今日は例の3番いきたいと思っ1番。 のプレイヤーは発言してください9番さん目線グレー冷たいんじゃないんですかグレー冷たくないんですか霊能をどうしても潰したいあなたがオオカミでグレーに相方がいるからですか私はグレー冷たいですよ私はグレー冷たい行くなら4か6うん4番さんが3番さんのことを人狼と言ったうんローラーされたくないからオオカミちょっと安易かなと思いましたね どっちかっていうと、ロラされたいって感じに思いましたけどね。本当にロラされたくないんだったら、ロラされたくないとか、ローラー役だけど、なんていう言葉は出ないと思う。だから3番さんのことは狂人で見るのが無難だと思う。で、かつ、えー、っと、えー、そうね、3番さんの時点で、えー、っと、盤面見れるでしょ。ここはカリウド出たら、ね、グレーが狭まる。からカリウド出てほしいぐらい言ってほしい。 欲しかったね3番さんの口からそれが出なくて、まあ、ローラー役だけどローラーされたくないもうこれはローラーされたいって友達に言ってるのも3番さんも強人で、まあ、ほぼ間違いないと思ってる7番さんは、えっと、9は7は死んでもう置いてるのねうん私はオオカミの視点もちょっとだけ追うようんあってオオカミだと思う強人だったらわざわざ3人ね霊能が出るっていう形でローラーされに行くってことはないだろうからあってオオカミだと思う ない酔っ払いかないんかこの人なな何 ?6 釣るもなんかよく発言伸びないしうーん5はまだまぁ意見っていう意見もなかったけど釣、まあ、るなら46かなって感じだね今日はグレーツみたい6からいっかうん意見もな,なかったしね 2>, 2番のプレイヤーは 発言してくださいまいどっちかじゃない俺が今どっちかって思ってるのは1番さん強人の7番さオオカミの目線その場合だと俺のスラが読めてるから霊能に出ることは容易1強人の7オオカミの目線か9番さんがオオカミの37神郷3強人7オオカミの目線どっちかだと思うよ9番さオオカミの37神郷だったら霊能怖くない 一番三強人だった場合は、霊能2、3出てて、相方出てない、9、1にも相方出てない、どっかすらあるはずと思って霊能に出ることは7番3目線に用意。一番三狼の3、7、新旧だったらグレーに名は使いたくないんじゃないかなって思う。で、4、5、6聞いた感じ、グレーだったら釣り一は圧倒的に6番3。 発言伸びてないのもそうだし、強人で追わなくていいかって発言を7、9と拾っていたけど、すごいよく分からなかった。何言ってるんだろうって感じ。だからぶっちゃけどこに狼出て,ても6番は相方ない気がするけど、言ってることよく分かんないから、釣っちゃっていいかなって思うな、この人は。正直 SG1 だと思うよ。19で6、19で6占ったとして、白、黒で結果分かれたときすごい困ると思う。 俺的には3人目、7番さんが狂人であったら9123わかんないから7番さんは新郎1。ただ、狼だとしたら1番さん狂人の7番さん狼の目線が硬いかなってところ。た、うん、だ、1番さん狂人の時に9の占い結果に合わせるプラス、1番さんが狂人で8に白出すって見づらいから、1番さんは塩あり。 うん。だとして、何に出るとしても、俺は今日6番でいいと思っている。この人は、大会名、狂人名、どっちも高いと思う。<laughs> 6番釣りでいいと思うよ、俺は。何なんだろう。CO ありってよくわかんないし、惑わせるだけに見えるから、6番釣りが妥当だと思ってる。以上。3番のプレイヤーは発言してください,い,ださいあんまあ、こういう言葉使いたくないけど、6番さんはやっぱり、あの、最初の時点で蹴るべきでしたね。うん。 やっぱりこうなってしまうっていうのが人狼殺のね、うん、仕方ないところなのかもしれないけど、とりあえず俺は今日、えっと6番さんに対して今日6番を残して、まあ俺や7番さんのらしたとして6番もいなくなっちゃったし、まずここチャット禁止ですよね。<や>えで、1、H、級の占い値を6に使うのは正直、うん、かわいそうというか、色を。 ね、そう今2番さん言ってくれたけど正直もったいないと思うし今日6釣り接続切れてるし6釣りでいいと思うここで色でしかも今 CO ありとか言ってたからワンチャン狼じゃねっていう線もあるかなで9番さんに一つ言いたいんだけど7番さんを真で決め打つ7番さんが3人目に出てくる必要がないもし7番さんが2番さんもおっしゃってましたが7番さん目線強靭で91234人出てた場合って仮ラ、えー、と容易に想像できますよね。 7番さん出てくるメリット全然あると思いますけど、うん、そこで9番さん、安易に7番さんと、えー、とを死んでみるって発言、9番さんの方が俺は1、えー、9番さんの方が2戦目に見えました。えー、だから1を死んでみて、僕は9を狼で見ています。7番さんは狂人かなと思ってら2番さん狼って言ってたけど、俺は7番さん狼かなと思ってる。で、今日はとりあえず僕もう6釣り、えー、問答無用で6釣りですね。もう本当に嵐は勘弁してほしい。で、4番さん、えー、と、5番さんについてちょっと少し触れますけど、 えーっと、5番さんは、えー、っと、2、3人に対して殴りを入れて、まあ、おかしいところもある。うん、そんな色が落ちないっていうのが5番さん。で、8番さん、突っ込んでましたが、4番さん,、うん、雑じゃないと思った、少し。で、あと9番さんさ、に対して4番さんってハキハキって言ったの、シャキシャキに聞こえたんだけど、9番さんシャキシャキしてないみたいな、そこでちょっと笑ったんだけど、まあ、とりあえず4、号は今んとわかんないけど、5の方がいい。色落ちないかなって印象。4番。 のプレイヤーは発言してください、はいまあ、シャキシャキでもハキハキでもまあ意味は一緒だと思ってくださいうん、まあ、僕目線56どちらか人外なんで、えー、と6番さんから、えー、でもいいですけど、まあ、普通だったら例のオーロラで、えーで、まあ、7番さんが人外で,で34を目で出るかと言われると真じゃないと出れない気がするので うん、7番さんは死んでみたいけど、まあとりあえず、うんまあ、村の相違で6番さん、うん、投票でいいと思います。うん、これ、この後、えー、例のロラ、えーラーでいいかな。でも6番さんがもし普通に村で、まあ、リア共っぽい動きをしているんだとしたら、次の日にすると、 ピ p が起きるということでリスクは高いとだけ思ってます。五番のプレイヤーは発言してください。そうですね。ちょっと本当は嵐はマジで勘弁ですね。うこうなってしまった以上、接続切れになってしまった以上、まあもう録ずりしかないかなっていうのは正直なところ。で二番さんの考察で、まあ僕はちょっと違うかなって思ったんですけど、で二番さんは七番が狼で、で役に狂人が出てるのがスケッ 逆にスラがあるのが透けてたから、霊能で出たって言ったんですけど、そうなってくると、でもどこでスラがあるかって分かんないと思うんですよ。7番目線。であれば、確定させたくないのは、占いですから。霊能よりも。ってなってくると、霊能じゃなくて占いで出るんじゃないって思うんですよ。そこでわざわざ霊能で出ているってことは、やっぱり信用素はかなり高いと。う,うーん。かなって思ってますね。で、7がどうだ。まあそう。だから7は普通にんじゃないかなって思ってますけどね。 そ出方的にで3番が強人で9、1どっちにか,かに多くみたいなのが一番可能性高いかなと思います。9、1については、まあ、どっちも新名が高いです。9は7決め打ちでもいいって言ったよね。で7の方が圧倒的に新名高いんだよね。でも,しがあもし9が人外だったら7決め打ちって相当これリスクあると思うんですよね。だから9、新名高いなと思って聞いてて、自転の発言で1番ですよね。で1番グレーに行きたいで。4、6に行きたいと で僕目線46、まあ、グレーに黒がまぎてるんだったらここしかないんですけどここに行きたいと言った1が黒であれば相方が46のはずなんですけどそこに行きたいと言った点から僕目線1はかなり白くっているという点で占いは両方とも新芽が高いという意味でフラットかなって思ってますではまあ占いはまあ明日もあるんで手査していこうかなって感じなんですけど占い1個3つですうん4黒でいいなこれまあ今日は6かな

まあ、戦績はあれだったんだけど、まあ初めてでも、人道札楽しみたいと思って来てくれるっていうのかなと思って、毎回入れるんだけど、難しいよね、やっぱ私の方が多いんだよね。申し訳ないです。それは、六6つって普通に頑張ってもい、ね、新規も入れたいっていうのはあるけどね。こうかなって思っております。かな。4と5に関しては、うん、両方白く感じたな。4番さんの6をつって6が無駄だった場合、PP 書きから考えなきゃいけないっていう。 なんか村勘定っぽいのが広いだし、コマさんに関しては、まあ俺が死んだから、やっぱりなんかいろいろ考察してくれて、俺が死、死命が高いと思って、しっかり考察してくれるとこがすごい白っぽいと思ったかな。うん。今日は6を入れます。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番です。うん。今日は6番さん言いましょう。まあまあね、まあ、楽しくやろうって感じですね。うん。んで、うーん、なんか、 4番さんだよってことがないんで、やばく6しちゃってんのかな、うん、いや今日は6番さん行くんですけど、うんうん、で、6番さんがまあ、黒だった場合なんですけど、うん、まあ、あって9、6かなって感じですけどね。で、1番さんって6酔っ払いなの何なのみたいな。でも、もし笑ったって感じうん。 まあでも私無駄だと思うんですけどね、6番さん,、うん。なんか言ってることめっちゃ意味わかんないし、しよう。うん。まあただの嵐だったのかなって感じかな。うんで、そうなんだろう。まあ出方だけで考えない方がいいかなって思いますね。うん。なんかそういうの狙いで出てくる7番さんとかもあるじゃん。7番さんって4番さん、5番さんが白いってことは、6が狼って、 ってことですか、うん、そしたら対抗の3番さんを何で見てるのっていうのも欲しかったし91何で見てるのっていうのもい欲しかったしって感じですかね。だから全然3番さんのシーンもあると思うんだけどなって感じですかね。うん。うん。ロラッツが明日決め、んあ、そうだね。明日決め打ちだよね。って感じ。うん。 ちょっとあの真の役職の人には頑張ってほしいです。はい。あ、う、の、ん、5番さん面白いかなって思いますけどね。うん。うん、ちょっと待って。ごめん、4番さん村なら、ちょっと明日頑張ってほしい。私が生きてたらね。うん。今日は6番さん行きましょう。はい。まあまあ、楽しければ。はい。<laughs> 投票を始めてください。うん。オラじゃないべ。これ、グレー詰めになった場合。 まだあんまりやったことないんだけどこうやって例の決め打ちになるのかな盤面試合なのかな4黒でいいね。 黒出ててたら占い決めって感じかて目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼,さい人狼は人を殺してください。いいですね、5番さん<や>めっちゃ白いですね。すげえいい発言だった。ああ、でも占いフラットとか言ってるから多分占われる気がするけどね。<laughs> いや、4占いますよ。私は5をもう完全白気してたって言います。うん 4番ああ、OK、さんレイロラ押してたからねさすがに黒いでしょっていうところ<ー>謙虚でいいですね <music> 発言最後かしかもいいですね 朝が来ました。パンダなりそうだけどな。昨夜死んだのは二番、三番のプレイヤーは発言してください、ね。はい発言します。六番さんは白でしたね。えー、はい六番さんは白でした。六番さんをえー、え待ってねこっちは。 4黒4白うん俺4番さん普通に怪しいと思いますけどね4番ん4番んって結局、えー、と3番 3, 3番と7番に対して7番の位置的に白いって発言ですよね8番さんが一番まともかなと思いました、えー、とそういうふうに狙って出てくる人狼って全然いますから、ね、うん強人であってもそういうムーブ強いから普通に。 そこまでなんか視野に入れずに7番さんはなんかもう脳死状態で白いえと新芽が高いって言ってる4番さんと5番さんえと普通にどっちかなと思ってどっちも黒いなと思ってたんだけど4がパンダ <laughs> これ4詰めて4の色見るかで6番さんが白だったんだけどそうなるともう1番さんの新芽め打ても面になっちゃうかきついな個人的には7番さん91の新規つかない以上 4番さん黒いと思うけど、とりあえず7に行ってほしいけど、まあ、村が飲めるかってところだよね。うん、今んとこ現状だけど、6が、もうリアキョウ、あんまこう、もう考察がもう意味わかんなくなるんだけど、6がもし本当に狂人で、えっ、ー、と、7狼で9、1に相方がいて、4、5が普通に村人っていう可能性もあるから、もうくっそ無駄な考察になっちゃうんだけど、多分ないと思うけど、6は普通に村人でリアキョウムーブしてただけだとは思いたいけど。 うーんとりあえず91だったら1の親命あるから呼んでもいいかなと思うけどまだこれこれといってなんだろうもう死んだっていう要素は拾えてないからとりあえず俺は7に入れてほしいえー、っと皆さんマジで1考察しすぎもうちょっと考察から落としてください5番さんも頼みます4番のプレイヤーは発言してください はいえー、シャキシャキハキハキしている9番さんが真だったっていうのが今僕が分かったんですけど <laughs> うんみんな目線僕が怪しい怪しいって言ってるから黒打たれるなと思ってましたえっとね位置的に7番さん白いっていう考察はしっかりした考察だと思っているうん7番さん視点で 3CO だったんですよ3番さんの時点では2番さんのあの発言力からして真目を取れると思って出てきた人外のようにしか見えなかった うん。えー、ローラし、えー、ロラされたくないなっていう発言も、人外っぽかったから、僕は今日は3番さんに入れる。大丈夫。えー、っとね、僕は人外じゃないから、明日 PP 起きない、起きないから大丈夫です。3番さんで、釣、えー、れる、釣、えー、れないとまずいのか。6番さん白だからね。まあ3番さん人外でしょ。五番。これって例の釣りになるのかな<番> か僕目線は4に行きたいかな、でまあ、票が集まらないんだったら3でもいいかなって感じですで。3番が一次考察はやめてほしいって言ったけど、僕はそれも立派な考察だと思っていてで、7の発言からも全然黒いところはないので、結構7の信頼が高いかなと思ってます。で4がもしこれ白の場合、これ6が白なんですよね。4が仮に白だとすると、占い,にロー占いと例の俺、ローで出てるってことになるんですよね。で、その場合は1がロー。 で、7か3のどっちかがローで、まあ僕はそしたら3の方が高いかなと思います七7がローで。うわ、<あ>それ言っちゃうの ?7 がローだと。七がローで。それ言っちゃうの 1>, ?1 で出てって、でもそしたら、強人が出てるようにいいよ、ね、黒くな7目線。だから7がローで出てくることはないと思うから、まあ、1、<ー> 1> 3でロー、ローで並んでて、強人が6で落ちたか、まあ、4番の思で強人だと思うと出ると思うから、まあ、8かってこと だから8が強靭っぽくない限りは4黒だよね、僕目線。8が強靭っぽくない限りは僕はもう4黒でいいと思ってる。まあ6で押してるのはもう考えないとしてだから僕は普通に4に入れたいんだけど、8の発言を聞きつつ。まあでも票が集まらないっていうんであれば普通に3でもいいかなとは思う。7の信頼は高いし。まあ4、17黒黒か。 一七九、うん、まあ。いやでもまあ、ケース的にはあんまり少ないからね。やっぱ普通にグレーに黒が紛れてるっていう線をやっぱ確率多い方を僕は置いたい、ね。僕は今日4にいるつもりです。はい。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。はい。おはようございます。うーん、6が白だから、素直に言うともう余裕がない。余裕はないです。もう。だいぶ余裕はないです。で、 占いの霊の道を終わないんだったら、4と5だったら5の方が白いから、4に行ってもいいかなって思うんだけど、素直に迷うかな、この場面。八幡さんをどう置くかって感じで、なんか八幡さんがなんか、いや、別にそれはもちろんブラウスで3人目に出てるか俺がね、狼で新目取れると思って出てるとか、強狂人では殺害出ないかな。うん。まあ、そういう目線はもちろんあるんだけど、そういう意味も叩きすぎかなと思ってて、なんか、 ちょっと怖いんだよね。うん。3つって、3の色を見てから4行きたいかなって素直に思ってしまうところがあるんだけど、俺を真と決めてくれんだったら、うん、俺が、うん、俺は3番さんが人外ってことは100%言えるから、3番さん行きたいかなって素直に思ってしまうかな。うん。4と5だったら5の方が白いかなってイメージ。うん。 で、八番さんなんか昨日4号白いって言って、じゃあ黒16だと、俺6黒全然あると思ってたよ。うん。六のあのムーブでなんで逆にムラっておけるのって思ってしまうかな、八番さんに対しては。うん。結果は白なんだけどで。4番さんの白要素も拾った。俺5番さんの白要素も拾った。うんで、6番さんが4と5を比べてなんで6が黒じゃないんですか、むしろって感じかな。 うーんだからそういう意味でもなんか八番さんがおかしいんだよな。うん。なんとも言えないかな。考え方の違いなのかな、ただの。3行きたいかなって思うけどね。俺は一応3に入れる。うん。3の色を見てからでいいと思う。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。さいはい、8番。んー いやだって、え、今日の4番さんの発言引っかからなかったんですかで、4番さんって3番さんに行きたいって言ってたじゃん。で、4番さんってさ、1番さんに、え、そうだよね。待って待って、えこれおかしいのかなちょっと待って。うん、っ待って。だって1番さんに、そうだよね。1番さんに黒出されてるじゃないですか。そしたら1番さんの2は確定ょなのにずっと3番さん押してるんですよ。これおかしいって思わないんですかって思うんだけど。うん。 4番三か1番三のどっちかじゃないだって1番三は4番三に黒ラが出てるんでね。で3で37で出てるじゃん。で9番三が人外じゃん。うん。って感じで4番、え、じゃないの ?41 決め打ちじゃないんですかこれ。なんか例のとのって言って。なんかおかしいのおかしいのかこれは <laughs>。うーん。え、これ41どっちかですよね今日ね。 これミスったら終わりじゃないあ、違うの <laughs> え、そうだよね。そうだよね。うん、1番さんか4番さんじゃないんですかこれって。って感じなんだけど。だって7番さんが3番。うーん、うん、なんだこれちょっと分かんない。14どっちかですよねこれね。だって1番さんはもう終わってるし。で、こう8も正回でしょ 6番さんが村でってことだよねうんうんこれなんか考え方違かったらごめん,んだけど私14どっちかって思うんですけどえっ待って間違えたらごめんうんうんそんな感じですね私4番さんに入れようと思いますけどね、うん、え意味わからんんでんでにせっかくってしてる1番さんいかんのって感じ、はい、9番のプレイヤーは発言してください あの8番君があの、君が仮に強人じゃなかったとき言うんだけど、4番は、えー、多分村目線の話をしたんだよねそう。村目線で1級の進化つかないから、多分一1にはいけないだろうな。で、3長だったら3の2戦目に見てるから、行ったんだよ。で、あのさ、占い竜からゆっくり喋っていくね。あの占い竜、4と5であの精査するときに、両方白っぽかったのよ。でも、圧倒的に5が白かった。 俺、5の考察にさ、鳥肌立っちゃってさ、5番がの、もし7番が黒で出てきて、こうスライドを見越してさ、7番の相方がグレーにいるんだとしたら、7番占いに出るんじゃないのって、うわ、マジその通りだと思って、5番、これ、もう、ほぼほぼ隠しろだと思ってたのよ。うん、で、だから俺は4を占って、4で白が出ているけど、5も白だと思う。で、5が、5が黒である確率よりも、 役職に黒黒出てる確率の方が高いと思うのよ。だから俺は五まだ占ってないけど5、白だと思う。だから1、3、黒の方が確率高いと思うのね。で、3番さんが俺ほぼほぼ絶対人間だと思う理由があって、3番さんは昨日破綻してたんだよね。3番さんはね、9番の方が2攻めで見る。理由は9番が自分の7番のローを追ってないから。うんうん、だから9番狼だと思うって言ったんだよね、三番さんは。で、その後に7番も狼だと思う。こうスライドを見越して出てきたみたいな。 あれ ?7 級狼だったらさ、7番スライド見越さなくない ?2、3スライドするって分かんなくないその3番さん7級狼で見てるでしょそれおかしくないで、3番さん。で、今日になって4怪しんでたと思うん、私4怪しんでたんだよねって言い始めるでしょ ?3 番さんは村目線で絶対芯が切れるから、え、今日1に行けないっていう、多分1には行けないでしょだから今日3番に入れてほしい。今日は絶対3番に入れてください。以上です。1番。 のプレイヤーは発言してください9番さんは何 ?13 狼に見てで見てる,見てるの ?8 番さんは狂人と見てるのちょっと無理がない。うんこんだけすごく老老の可能性ないってことを2番さんが説明してくれたと思うけどね。うん、まあ、一応占った理由からするとえっと5番さんね5番さんの、えっとな延長できない !5 番さんのねあできた5番さんの と、霊能スライドがあるっていうのを確実に分かってないはずだから、占いの方が拡大させたくないから占いに出るはずでしょうと。5番さんがもし偽ならっていう話はね、めちゃくちゃ納得がいった。うん。その視点はすごいいいと思った。っていうところ。うん。で、えっ、ー、と、4番さんはね、あれなんだよね。霊能ローラーしようって昨日言ってたんだよね。霊能ローラーしてる間に合わないよね、普通に。 自分が釣られたくなくて、レイノローラーって言葉は反射的に出ちゃったんじゃないかなって思った。うん。で、それから、8番さんも言ってくれたけど、4番さん目線3偽だから3釣りたい。ちょっと無理がない。それこそ、9番さんのことを真でみるんだったら、5番3釣りを押してもよかった。まあ、あるいは私釣り。うん、まあ、もしレアケースを追うんだったら私釣りってもよかったよね。3を釣り押す場面じゃないよね。うん。まあ、もし仮に3を釣りたかったとしても、 少しはその辺に触れるべきだよね。で、3番さんに関しては、えっと、朗朗の可能性がある。もう、これはちょっとね、追えないよね。ちょっと、うん、無理があるよね。うん、2番さんの話聞いてたって感じ。うん。7狼なら1強って2番さんすごい分かりやすく説明してくれたと思うんだよね。うん。それを全部消しちゃうわけって思うよね。うん。今日は4釣りでいいと思う。 ね、投票を始めてください <laughs> ありえんオラじゃないべいや5番さんの,の意見はすごい良かったですね「<laughs> 投票34」3「3番のプレイヤーは」 発言してください。さいはい、えー、っとね、9番さんが、えー、13ローローを追ってきたので、9のシーンはないかなと思った。で、79ローローって俺別に追ってないけどね、えー、っと可能性の示唆をしただけね、うんなんか無理くりすぎたかなっていう印象。で、4番さん2週目の発言とか、この何、2日目の発言を聞いても、特に白いなと思うような発言はなかった。 えとまあ、7の方を新面に置いてるのだったら、えーとえー、7の方を1に、えー、新面に置いてたとしても、4目線確定で人外が分かっている1番さんから投票するのが普通じゃないと思ったけど、うん、で5番さんが白かったことから、で6が白は自分目線だけ、六、まあまあ、番さん白だったから、9番さんはそう1番さん言ってたけど、うん、1、ーラーで追うのはなかなかきついんじゃないと思うけど。 で俺がじゃあ仮にオオカミだったとして何でわざわざ霊能で出る必要ありますかね太鼓出てくるの確実に出てきて初日釣り食らって黒出される確率の方が高いって分かっててオオカミで使用するメリットってありますかね ?9 番さん。う 俺はその視点から9番さんは偽だなと思った。9番さん狼塾で行こうと思った。で、1番さんが4番さんに黒を打って9番さんが4番さんに白を打ってるところかも94ラインかなと思った。で、7番さん強人これが一番しっくりくるかな。リアキだった。うん。これが一番しっくりくる。これしか追えないかな。5番さんの黒要素が一つも見つからなかった。今回の発言に関しては。うん。その通りだなと思った。4番さん行きたい姿勢も見えた。だから俺を4番さんに入れた。ただそれだけです。うん。 かなどっちにしろ決め打ちうから、かね、これは一番最初んでみて4番さんに入れます。以上です。とりあえず基本でうん落ちると思うけど、白い、ね、圧倒的に4番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい。えっ、ー、と、まあ、どのみち3番さんが心霊能ならこの時点でおしまいなんですが、えっ、ー、と、まあ、僕を釣った時点で負けるんで、今日はもうどうしても3番さんに入れてくださいとしか言えません。 で、まあ、8番さんは、えー、投票放,放棄している時点で、まあ、強人じゃないことは分かりました。えっと、まあ、僕が3番さんを釣りをしたのは、まあ、言わずもがな、えー、絶対に票が集まらない1番さんに投票しても仕方がない、うんうん、仕方がないので、僕は3番さんに、えー、入れると言いました。うん。えっと、だから、昨日が言ってたじゃないですか、えー、初日で例のオーロラ、えー、始めないんなら、えー、次の日、まあ、6番さんが白だったら、 次の日決め打ちになるから、えー、リスクがあるって僕は発言しましたよねだから今日は3番さんに入れて外れたら負けなんです、えー、3番さんは2戦目が高いから3番さんに入れてくださいお願いします投票を始めてくださいおありえんオラじゃないべ三番 のプレイヤーが選ばれました<ー>3番のプレイヤーは発言してください。さい,いやー、マジか釣られたか。まあ私はそのりではあるけどそれはね。俺が91のもしミスってて1狼だった場合はどっちらか負けたから。まあこれでね。 6強人79狼71狼追えないと思うけどね。いやー、素直に負けたかな。うーん。なんか特別なことが起こらない限りは、うん、6強で落ちてない限りはもう負けなので、普通に素直に94だと思うけどね。うーん、そんなところかな。8番さんがいったのか。3よりも黒かったかな。 そんな発言で黒かったかねそれって7番さんの位置だけじゃねって思うんだけど。つら夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。うさいどうしようかなどうしますね、髪。髪任せるよ。いや、ちょっと任せたい。<laughs> え、じゃあ白白いくしかないんじゃない七7強人かもしれないし。うーん、7いってもいいですけどね。8いくか。わかんない、ごめんごめん。<laughs> これなん、どんつ迷うな、これ。<laughs> 今日は9袋です、ね。一択。朝が来ました昨夜死んだのは八番九番のプレイヤーは発言してください三番の色は 7番黒出さないよね。ああ、マジかよごめん、負けたいやー、マジかーこれは素直にうまかったなーいや、特に5番がめちゃめちゃうまかった。いやー、ちょっとごめんねちょ、時間使って喋らせてほしいんだけど、いやー、マジうまかったね。あの工作、マジで白く見えたね。すごいよ、5番。5番、すごいよ。あの、なんだっけ えー、霊能じゃなくて、あ、そうそうそう、えー、7番が、えー、人狼だとしたら、霊能じゃなくて占い出るんじゃないかってところは、マジ白いと思ったし、その後に、えー、1が、なんだっけ、えー、1が黒なら、えー、46行きたいなんて言わない。5番が自分が村の色を知ってるから、そういう、えー、46行きたいなんて言わないからいっ、パッション準備するか。あ、それもしっくりた。あとすごいと思うんだ、7番かな。3人目で強人出てきてるわけでしょう。いやー、 すごいね。なんか <laughs>、すごすぎるね。ごめん、なんかもう、勝てないから、すごすぎたね。三番さん、ちょっと申し訳なかったな。なんか三番さんが、すごい申し訳なかったな。なんか三番さんと役職同士で殴ってたんだね。俺もう、方法ロックしちゃってたね。いやー、マジか。あ球人の、のあ、マジか。そう、なんか三番さんが4、 に入れる理由が結局4と9がさ両方3番さんを偽で見てるからっていうただ単に殴り返しなんだよねうんだからそれで4番と9番は7番の人狼を追わないからみたいないやーそれは殴り返しだけだからちょっと偽に見ちゃったな7番強人さすがです以上です1番のプレイヤーは 発言してくださいいやいやいやーこれ PP じゃないこれだって4級狼で8強授でしょこれこそ PP もう 8!8!4 入れよ <laughs> だどういうないやだから4入れろって言ったじゃん。いや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 。えこれもうえ七 ?7 番さんこれ何ブラフ もうブラフにかけるしかなくないうわ。いや8、えー、8! まあもうブラフトかけて、4番さんね。4番さんずりで。いや、9、演技よ。9の演技力よ。もう何も言ってない。パッション人狼かパッション人狼プレイヤーかめっちゃ整理しますね。もうブラフト信じて。うん。まず9番さんは、 1,3を狼で追った。まあ、これ無理があるよね。もうこれ3を釣りたかったしか思えない。うん。ところ。で、8を狂人と見るの。まあ、その説明は今日なかったですよね。うん。で、5黒。いやいや、無理でしょう。無理があるでしょう。うん。5番さんは、7番さんに関しての指摘がめちゃめちゃ良かった。うん。7番さん今日、な、ない。 いやちょっとあ,あったらもうどうしようもないんだよな。ってところだよな。うん。まあ5番さんもう黒打つしかないよね。それはね。9番さんして。うん。もう罪みだったんだよね。7、強靭にかけたのかな。ハマってよかったですね。うん。まあ4はね、もうレイノローラとか言ってたしね。4釣りでお願いします。4番のプレイヤーは発言してください。 えっと、7番さんが心霊能だけど、強靭使用して揺さぶりをかけているということに、えー、っと、かけたいと思います。はい。えー、っと、木場さんすいませんね。僕が、えー、大して役に立たずに。えー、まあ、投票から見たら1号人狼が分かってるんで、7、え、番、ー、さんが霊能だった場合は、えー、1番、えー、さんに入れてください。まあ、強靭なんでしょうけどね。 5番のプレイヤーは発言してください。うん、さい,いやもう7強人だったら負けだから、もう普通に7番, <laughs> 7番がどっちなのかっていうだけですよね。これ7番さんが本当に強人だったら負けるかもしれない、逆に。9、4がローローだったってことだよね。9、9、強、9、強で3。狼あ1が9くろうか。9、9、4がローローなのか。7強人。 え、これ難しいな、どうしよう。7強人なの 7, いや ?7 強人じゃないと信じるよ。7強、え、7強人で、え、まあ強人だったら終わりなんだけど。え、なんで出てきたの ?7 強人。え、強人。7強人は自分投票する。いや、もうブラックだと思う、ね、強人で、で能出ましたあ、自分投票できなきなったんですかなんでいや、昨日できます、ね、いや、ちょっと待って、7強人じゃないのにかけるわ。 なな教授になったら負けるかもしれない7のプレイヤーは発言してくださいいやー申し訳ないいや占いと霊堂にさすがにオオカミオオカミは出ないかなーって思ってちょっと CEO 結局したんだけどって感じだったかなーで人狼が誰か分かんないから素直に困るんだけどマジかど,どうしようこれそにゃ いや,い,や占い,いや、占い道路、占い道路出ないにかけて、いや占い道路をヤクザかなと思って、出、出ましたって感じかな。狼使用してくでー。<laughs> あー、じゃあもうダメだ。いや、まあ、心霊道なんだけど、もちろん。も,もちろん三者。あ、なんだよ。ビジ、うん、だからじゃねえよ。ちょっと難しかええー、ちょっと難しいかなー。結局、いつポジになるのか。 あービビらせんじゃねえよ。よかった、パッション出した。ええー。4号で精査しよう。4号で。四号で精査して。四号で。って感じかな。えー、っと、だから、1番さんと5番さんは4に入れて、9番さんは、4番さんは5に入れてね。俺は、ちょっと考えます。真面目に考えます。ビビらせんじゃねえよ。危ね、パッション出してよかった。うーん。 まあ、パッションはすごかったね、9の方が。でもちょっと。いやもうこれやっぱ7噛むべきだったな, <laughs> なこ。これどっちみち怖いからな。強人だったとしても怖いからね。外 <laughs> したらごめんなさい、村の人は本当に。本当にごめんなさい。やっぱ7噛むべきだな、どうなっても。って感じかな。うーん。 考えます。あ幸いなことに一級で精査しないって言ってるのがありがたいもん。ありえん。オラじゃないべ。七かでたらなんか素直に終わってそうだったね。八番さんだったら。四番のプレイヤーが選ばれました。ザっ,っす。いやこれ五番さん上手だった、ね。ゲーム終了。人狼の勝ちです。 あうん5番さん上手だったねひたすらうん6番さんどっちみち釣られてましたね接続きれじゃなかったとしても釣られたし5番さんが釣られることなさそうだったねどう転んでも うん153見えすぎるかなと思ったまだ分からなかったんじゃない ?3 番3視点は4の3行きたいが引っかかっちゃったまあねまあ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 そうね1釣りたいって言った後にでもの決め打ち だよねーっていうのだったらいいですけどね。いや、ま、小番さん上手だったね。ひたすら。うん、それに尽きるね。じ g じ